まさか、違う、ここは井戸の中の井戸なんかじゃない。やっぱりあなたも坂井戸としてここに入ったんですね。坂井戸なんて知らない。俺は成久子秋人だ。ここで生きてるんだ。生きてきたんだ。何を。ここは井戸ですよ。過去の現実世界にそっくりですけど、偽物ですよ。違う。成久子さん、ここに来てからどれくらい経っていますか。違う違う、やめてくれ。その拳銃、今ひょっとして警察官ですか。やめろと言ってるだろう。じゃあ私の方の事実から。私、成久子さんの井戸で見つけたコックピットからこの世界に来ました。20分ほど前の話です。今日は何日だ。4月20日です。2019年の。成久子さん、この世界に来てどのくらい経ちましたか。そんな。これは壊れる。この世界が。本来出会うはずのない私たちが出会ってしまった。その矛盾にこの井戸自体が耐えられなくなったの。もしもし。俺だ、綾子。今すぐ逃げろ。向こうはいるか。いるよ。今すぐ向こうを連れて逃げてくれ。え、逃げるってどこに。どうしたの。誰。アキ君、なんか変なこと言ってる。アキ君、今どこにいるの。現実にいるんだ。君のいない、ムクもいない現実に。何言ってるの、パパ。ムク、今そこで君らと一緒にいられなくて本当に悔しい。ちょっとパパ、何、どこかに行っちゃうの。ねえパパ、死なないでね。アキ君、私は死なないからね。ムクとアキ君残して死んだりしないから。俺がどこかに行くのか。違うだろう、君らがどこかに行ってしまったんだ。パパ。
アキ君？大丈夫？大丈夫、大丈夫だよ。俺は大丈夫。ちゃんと帰ってくるよね、うちに。うん、必ず帰る。必ずちゃんと帰ってくるから。ごめんなさい、成沢さん。私、いや、これでいいんだ。